皆様、新年明けましておめでとうございます。大変長らくお待たせいたしました。これより第7回ワンミニットプロジェクションマッピング in 宮崎 A の1回の上映を始めます。さて皆様ご存知の通り、来年2020年の10月17日から51日間にわたり、山の幸、海の幸、いざ神話の源流へをキャッチフレーズに、国民文化祭、全国障害者芸術文化祭がここ宮崎で開催されます。本大会はそのキックオフイベントでもあるのですが、まずはじめにこのワンミニットプロジェクションマッピングという大会について説明させていただきます。このワンミニットプロジェクションマッピング国際コンペティションは2012年に始まり、2014年までは神奈川県の逗子市、2015年、2016年は新潟県の新潟市歴史博物館ミナトピア、前回大会は昨年の3月から6月にかけて長崎のハウステンボスで開催してきました。そして今回はこの宮崎県総合文化公園宮崎県立美術館で第7回を迎える大変歴史あるプロジェクションマッピングの国際大会です。アジア最大級の国際大会としても注目を集めているのですが、それを示すかのように今回は過去最多となる42の国と地域から125組ものエントリーが寄せられております。世界的にも非常にレベルの高い大会として知られております。このコンペティションでは毎年テーマが設けられており、本大会では宮崎県らしく神話・伝説というテーマが設定されております。ご存知のように宮崎県は神話のふるさとと呼ばれ、大自然と神々の物語にあふれております。この県立美術館も神話の天の岩戸をモチーフとしてデザインされておりますし、目の前の宮崎神宮はもちろん神々を祀る神聖の場所で、まさに神話をテーマとして語るにふさわしい最高の場所となっております。世界中のクリエイターたちがこの神話というテーマと宮崎県立美術館の建物を生かしプロジェクションマッピング作品を応募してくださいました。125組ものエントリーがあったわけですが、そこからわずか19作品に絞り込まれた、まさに世界最高レベルのファイナリストが選出されています。その応募数だけでなく年々レベルも非常に高くなっているとのことで、ファイナリストに残るだけでも本当にすごいことなのです。そして1月3日最終日には世界一が決まります。それではいよいよワンミニットプロジェクションマッピング in 宮崎の上映を開始いたします。上映は前半後半の2回に分けて行います。まずは前半10作品の上映です。